みんなが大好きなサイレント修正来てるわよ。キョンカはそれをパリッとサラッとカリッと丸裸にしていくわよ。まずはスイッチブレード派遣武器誕生の予感。拡張マガジン映画弾数10から15発に増えましたわね。まあ確かに弾数は少なかったわよね。さらに射程距離もアップしますわね。第一射程距離10メートルから12メートルまでこの効果力32ダメージが出ますよと。第二射程距離27ダメージも15メートルから17メートルまで伸びましたと。そして第三射程距離22メートルまで5発キルが可能となってしまいましたわね。ただこれはデフォルトの状態。これにダメージ射程距離をアップしたカスタムをつけてしまうと20メーターでも4発つけてきてしまいますわね。このレートの高さ、効果力、そして弾数、かつての MX9 時代を思い出してしまいますわね。怖い。はい、次の武器 KSP でございます。なんとこの武器弱体化します。イエーイ。ぶっ壊れダメージ44ダメージが11メーターまでしか出ませんよということで、そして第二射程距離32ダメージが25メーターか21メーターに短縮しましたよと。ただヘッシュにワンパン入ると3スキル可能となってしまいますわね。さらにはエイム時移動速度の低下、若干下がりましたわね。スカルクは少なくてこの速さだからね、まだまだ弱体化でしょ。ほんでもってアタッチメントの弱体化、タスクフォースバレル、射程距離 20% が 15% にダウン、軽量ストック、エイム時移動速度が 5% ダウン、そして最後のとどめにダメージがダウン。そして次の武器 HVK でございますわね。マガジンが5発増えます。つまりデフォルトが30発から35発の状態に増えました。あと射程距離もグーンと伸びて第1、第2、第3射程距離各2から3メーター伸びましたわね。これに加えて大口径弾薬使うけどダメージ射程距離ペナルティがなくなりましたよと。つまり射程距離がグーンと伸びて HVK がさらに脅威になってしまいますわね。2シーズン、いや3シーズン連続で強化が入っているこの HVK、 覇権を握ることができるのか。そして最後の武器 M4 でございますわね。第1射程距離が7メーター伸びましたわね。つまり射程距離がグーンとまたまた伸びましたわね。まあ4発キルできる距離がババンと伸びましたわね。胸26ダメージ、下半身24ダメージだからね、まあ確かに4発キルは簡単にしやすくなったかもしれないもんね。私の愛用武器、これからもちょっと愛していきましょうかしらね、みんなみたいにね。ということで今日の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録お願いね。バイバイけーね。